皆さんこんにちは、ふくふくチャンネルです。今日は音符の種類を勉強していきたいと思います。こちらに書かれている音符はよく見ますね。左から全音符、2分音符、4分音符、8分音符、16分音符。小さなお子さんでしたらこのような表でライオンさんの鳴き方、ガオーと長く伸ばす、牛さんでもうもうにゃーく伸ばす、犬でワン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 とか、ネズミでチュッ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 、八分音符など覚えていくのも一つだと思うんですが、もう一度先ほどの表を見てみましょう。こちらの音符、何かの法則を感じませんか？左から右に行く、長いから短く、どんな書き方になっているでしょうか？そうです、まず全部伸ばすので全音符、だいたい4つです。4分の4だと4拍、4分の3だと3拍、一小節全部伸ばす全音符ですね。この全音符から2分音符、こちらになるときに棒が一つ加わっています。2分音符から4分音符に行くときには、そうです、塗ってある。4分音符から8分音符に行くには旗がある。8分音符から16分音符は旗がある。すなわち次は旗3本、ここからは旗が1本1本増えてきます。3本4本5本6本となります。1回1回作業が1つずつ加わっていくということですね。覚え方としては、全音符はもう全部伸ばす、そして最初の2分音符は覚えましょう。ここから倍になっていきます。2人が4分音符、4人が8分音符、8に16分音符、次はそうです、32分音符で旗が3本。はい、こちらのようになるわけですね。8分音符、16、16×2 が32、32分音符、32×2、64分音符、旗が1本、2本、3本、4本、もちろん5本、6本も同じような要領で名称と音符の形が決まってきます。音符の名前は2倍になりますが、長さですね、全部伸ばすので全音符と覚えるといいと思うんですが、4分の4拍子の場合、全音符は4拍になります。2分音符は半分、2ですね、2の半分、1が4分音符、これが基準になると思います。そして8分音符、2分の1、そうなんです、半分ずつなんですね。音楽の場合は小数ではなく分数を使います。2分の1、4分の1、8分の1、16分の1、32分の1、そういう風になってきます。この表が書けると、音符の長さ、試験が出てきても答えられるのではないでしょうか。次回は譜点についてやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ふくふくチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねも押してください。